はーい、川崎の昔話萩坂ぼる作今日は第12話諏訪の一本松どんな話かな子供が好きな祭りの話だ始まるよー 昔々諏訪村にはいつの間にかお宮が2つできていたとどちらも同じ古さ同じでっかさで村では同じような祭りを2度やっていた。 二回もある祭りに村のガキメラは喜んでいたが、大人どもは銭がかかる、銭がかかると言ってこぼしていたと、どっちかのお宮を潰して祭りは一回でいいや、と、 いう声がくすぶっていたが、それがだんだんでかい声になって、川上の村の人は、こっちが諏訪村の本家じゃ、こっちのお宮を残すんじゃ、と言い張った。それを聞いた川下の村の人は、 と、とんでもねえ。こっちこそが本家じゃ。潰すんなら川上のお宮じゃ。と言い張り、すったもんだの争いが起こった。それまで仲の良かった川下の村の人と川上の村の人は、道であってもそっぽを向いて、 すれ違うようになってしまった。この争いは長いこと続いたそうじゃ。ある年のこと、村の年寄りが、村の年寄りが、この勝負は家のとっぱなにある一本松に決めてもらうべ。 と言い出した。古い松じゃ、トントトンと昔のことも知ってるに違いねえ。というので松の下に祠を立てて伺った。その世のことを突然 大風が村中を暴れ回った。小さい木はぺっちゃんこになってしまった。一本松はどうなったべ。村の人は一本松を見に行った。するとあのまっすぐな一本松が 横丁に傾き、どうしたことか、川上の方の枝が吹っ飛んで、川下の方の枝だけが残っていた。その枝っぷりを遠くから見ると、ちょうど人間の手が、こっちのお宮が本家じゃ。 というように川下のお宮の方を指している。ほれ見たことかい。松の貴様がちゃんと決めてくださったわ。ということになりそれからは村祭りは川下のお宮だけでするようになったということじゃ。 二度会った祭りが一度になって、村のガキどもはつまらねえな顔をしていたそうじゃ。おしまい。